ああと分ぐらいるどう盛り上がってますか三河は。盛り上がってますよ、こっちも。アッキーがいないから寂しいけど。ああ。ああ三河もいられるんですかイエーイ。イェーイ。もう謎なんだよ。めっちゃ楽しい。サントラック同時上映、超視聴者いるじゃないですか。私が。 そんなんじゃない。すごい。謎すぎるやん。画面見えてます見えてます。はい、えっと、こちらの会場でも見えてます。青い、なんかブルースクリーンみたいな感じになってますけど、大丈夫かな違います。あ、よかったよかった。じゃあ大丈夫。はい、あの、ばっちり見えております。45分じゃないです。20分セッションですよ。はい、もちろんもちろん、あの、 はい、あ、心得ております、はい、おかげで、しっかりお昼ランチタイムを取れるような感じのいい感じのスケジュールが組めております,すかはいあ伊リさんだうわぁ<ー>うわぁうおひらさん、頑張ってはい野田 <laughs> <laughs> 中さーん <laughs> はいあどっかから声が聞こえてきたおいおい <laughs> あ、ミカワ、ワイワイあ、そっか、ミカワもここ見てるんですか <laughs> ミカワもね、小 <laughs> 平さんを全面的にお見せ品川も見てるしなんか人気、<laughs> 人気すぎるサントラックぶち抜き <laughs> やばってないとそんな大した話しないからねしかも俺何のスクラムもプロダクト開発もしないからねまあ話もしない俺楽しみだなでも3トラック別抜きだから普通のトラックの3倍面白い怖い怖い怖い変なプロジクトすごいさ <laughs> <laughs> あ期待してますいやー怖いなマジでそうねこれちょうどねあの神奈川はね うちの会社の山崎さんがいらっしゃってて、でも山崎さんと裏かぶりしてるっていうね。<laughs> そうですね、<laughs> 裏であの山崎さんのトラックも今、あの別か別 <laughs> そうあの会議室で行われるんですけど、結構人流れてますね。<laughs> ああ<ー> <laughs> <laughs>。結構山崎さんのように流れてますよ。<laughs> そうだね、ちょっと CR ああ、なんか事前に見ましたけど、すごい丁寧にまとまってるし。 ちゃんと CRE ってことと、その山崎さんが苦労したっていう、そのどうやってこう、その新しいプロダクトを立ち上げてきたみたいな感じの、すごいジャーニー感があって、すごいいいあの発表なので、ぜひ見ていただくといいと思います。はい。ありがとうございます。はい、一瞬あの、山崎さんの方問題ないか、僕も見ていきます。はい、いってらっしゃい。 <laughs> <laughs> ただ伝説は残し <laughs> さああと2分ちょいえ大平さん緊張されてますもしかしてすごい緊張してますああ売れてるお酒が足りないんじゃないですかさすがにねちょっとまだ飲めないですけどいやでもちょっと今回ね <laughs> あの久しぶりにもう全然違う話をするんでね <laughs> あの 緊張します勝手が分からないな,んかなるほど、今までの大平さんとは違う大平さんが見れる日なんですね、今日は。というかその、プロダクト開発何も関係ない話をするから、久しぶりにど,ど,どう伝うまく伝わるかなっていうのがあります。はい、あ大丈夫ですあの。分かんなかったらあのみんなで質問しまくるんで。あそうですね、あ随時割っていただいてね、あの資料は公開しますんで、あの全部資料やりきるっていうあの気もないので。 ホ <laughs> <laughs> ランドレスポンスな感じでインタラクティブにやらせていただければいいかなと思ってます。<laughs> 承知<で>す <laughs>、はい、まあ、そういう意味だとちょっとね、ああまあ話しますけど、ちょっと毛色の違う、えー、毛色が違うのかな。はい、まあでもそういう意味だと、パネルディスカッションっていうプロダクトを俺がどう作ってるかって話ではあるんだけど。 うん、あそうちなみにあのタイトルコールとあの名前の紹介はあのこちらからはしませんのであのご自身で思いっきり元気よくやっていただけると嬉しいです。はいじゃあ11時になったんで、はい、ぼちぼち始めますかね。はい、お願いします。は、えー、いじゃあ神奈川の皆さんお元気ですか品川の皆さんお元気ですかで、三河もいるのかな三河の人たちももし入れたらみんな楽しく聞いてね。とい,いうことで11時になりましたので。 えーと今回はですね、私が3か月でパネルディスカッションのイベントを開催する方法というところで、えー、お話しさせていただきます。えー、と大平祐介です。じゃあ、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、パネルディスカッションは好きですかイエーイ、えー 大好きだ <laughs> ありがとうございます。はい、ということで今日はパネルディスカッションをどう私がするかっていうについて話したいと思います。目次としてはこんな感じになっています。えっ、ー、とまあまあ自己紹介とか期待調整してあとパネルディスカッションって何ですかって定義とあと私が思うパネルディスカッションの魅力であとパネルディスカッションを私がどう準備していくかって話をしていこうかと思います。はい。は、え、じ、ー、めに、えー、改めまして自己紹介ですけども大平祐介といいます。はい。所属はクジラのマークのログラスっていうところでふだん仕事、お仕事ではプロダクトで。 QA を担当しています。はい。で、普段はただのテスターです。あと、あのコ,ミュニティコミュニティイベント系ですと、ジャストトークという、まあ、先月、先々週ぐらいにあったんですけどの、の、えー、自己委員の見習いをやっていたりとかします。あと、まあ、いつもの通り、好きなスクラムイベントはスプリントレビューで、好きな本は戦うプログラマーで、好きなプロトコルはエラップです。はい。じゃ皆さんよろしくお願いします。と。はい。で、期待値調整です。えー、今回のおは、あのー、ちょっと待ってください。 はい、今の。えっと、えー、今回の発表ですね。えっと、まあ、私が三年ぐらい、ええー、二千二十一年か二十二年ぐらいから、まあ、今。 24年ですから、まあ、あの3年ぐらいです。で、えーまあ、その3年間で、まあ、なんか20回ぐらいパネルディスカッションしてたんですね、まあ、なんかあるイベントで月1でやってたりとか、あと会社のイベントでパネルディスカッションしたりとか、コミュニティでパネのディスカッションしたりとかしてたんですけども、まあ、それをま,あまとめた、検知をまとめたものになります。はい なので、えー、となんかどっかの本で調べたっていう、まあいろんなものを調べながら試行錯誤してたんですけれども、まあある程度お、なんでしょうね私の方でいろいろ考えながら考えた話です。なので、素朴な理論でございますので、足からです。はい、えー、で、えー、とで今回の話のスコップなんですけれども、準備から開催まで。えー、なのであのであ イベント開催する方法なので、えー、開催するまでの話をします。だからこういうふうに準備を私してますよ、みたいな話をしてます。で、当日、こんなふうにやったらいいですよ、みたいな話は今回します、ね。ちょっと20分じゃ収まりきれなかったので、一旦はそこまでの話します。で、今回のその,あのパネルディスカッションなんですけれども、あの コミュニティイベントがターゲットです。なんかこう学会とか、その学術系というよりは、割とそのラフな感じの、えー、コミュニティイベントとかあのそのそっていうところのパネルディスカッションがスコープになっています。はい。なので、私の見地をもとに、えー、皆さんがちょっと参考になればいいなと思っているという感じでございますと。はい。じゃあですね、えー、じゃあそもそもパネルディスカッションって何でしょうって、まあ皆さん大体わかるかなと。あのなんかいろいろ。あの えー、パネルディスカッション、よく大きなカンレースとかではあると思うので、なんか雰囲気は分かるかなと思うんですけども、本来の意味ですと、パネルディスカッションっていうのは、あのえー、討論形式の一つで、掲げられた議題とかテーマについてこう、まあ、有識者たちが異なる意見を表明しながら討論して、えー、こう何か解決策を思いつくみたいな話とかがあったりとか、その結論を出すとか、えー、っていうところの,その議論、あの何かの課題に対して議論を。 あのこう結果を出していくというトークなんですけれども、まあ、コミュニティ系のイベントですと私はこう考えていますパネルディスカッションというのは戦いである議論について自分たちの思いの丈をぶつけ合う,こう知的なプロセスだなと思っています。なのでやっぱりそのある程度のこうでしょう、ね、方向性みたいなのが決まってるんですけども、まあ、どう着地するかは、まあ、その時始まらないとわからないみたいなところとかやっぱこうドキドキみたいなところが。 あのこう話していくあの感があるのがすごい楽しいかなと思っていますというとことですね。はい、でバナナリスカッションの行動ですの基本的にモデレーターであったりとかパネリストで、聴講者の人たちですねで。あと運営の人たちっていう、このようなこの参加者の人たちがいらあのこう、登場人物の方がいらっしゃるというような感じのイメージになります。まあ、モデレーターはですね、まあ、ファシリテーターみたいなもので、まあ、会議の進行をしていくみたいなところ、こう議論をスムーズにさせていく。でパネリストの人たちは有,こう有識者の人たちがこう、 話していく。あの、東大、まあ、に上がってこうディスカッションしていくんですね。で、参加者がいて、で運営で路地回りとかをやっぱりする人が必要なので、えーと、スタッフの人たちも必要というような感じになっています。はい。はい、じゃあ、パネルディスカッションって何がいいのっていうと、私は、まあ、シンプルに楽しいっていうのがありますね。えーまあやっぱりパネルディスカッションなので、こう、やっぱライブ感というか、 まあ,ある程度こうテーマトークみたいなのがあるんですけれども、やっぱ常にそのどうなるか分からないどこ、何が飛び出してくるか、あ,、まあ、ある程度予測するけれどもそのけあの、どんなディスカッションできるかみたいなことのワクワクとのライブ感と、やっぱりインタラクティブ性、あのえー、通常の発表よりも、やっぱりこうなんか、ね、か観客のこうレスポンスみたいな、参加者のこう質問とかこう意見とかも取り入れながらこう進めていくというところで、インタラクティブさがあるという。ああとそそもももなんですけどもあの 何か分かりきったことを話すわけじゃないんですね、やっぱりパネルディスカッション。これ何かを悩みながら、えー、どうこうでもない、あこうあでもないっていう議論をするっていうのがパネルディスカッションの醍醐味なので、やっぱりその探究、どうなんだろう、あ,のある程度、こうですかね雑。 雑談というかその打ち合わせしてこんな筋にしますけど、その当時その時にこう思いにもよらないアイディアみたいなのが結構浮かんだりとかするっていう、そういう,こういろんなディスカッションしながらこう問題に立ち向かっていこうという探究心みたいなのもやっぱ楽しいかなと思っています。はい、はいいで、なんで結局何がいいかというと、やっぱりその。 答えのないことに向き合うみたいなことが、やっぱパネルディスカッションについてはすごいいいかなと、まあ。その分かりきったこととか、なんかこういうことが成果出ましたみたいな話で、俺は通常の登壇、えー、すればいいし、発表すればいいんですけども、なんかやっぱ分からないとか、もやもやしてるってことがあって、やっぱパネルディスカッションって始まるものだと私は思っているので、えー、そこをパネルリストの人とか、聴、え、取、ー、の人たちと、こう、 考えながら進めていくみたいなことがやっぱりこうパネルディスカッションとしてはいいかなと思っています。と、はい、いうところで、えー、存分にこうパネルディスカッションの魅力が皆さんに伝わったと思ったらじゃあこのパネルディスカッションってどういうふうにやればいいんだろうというところを私のこうやり方について話していきます。ではパネルディスカッションの準備でございますね。はい え私の仕事、まあ、私っ結構モデレーター、あの20回やってたっていうのは結構モデレーターとしてやってたことが多いんですけれども、えー、と基本的にはこんなやなかなかですね、大体3ヶ月前ぐらい、まあ、タイトルやる通り、3ヶ月前ぐらいから準備をするという必要があります。えー、まずはそうですね、流れとしてやっぱ企画して、収集して、組み立てして、当日を迎えるみたいなところがありますね。はい、でそれ以外にもあの、運営ですね、忘れちゃいけないのは運営、路地回りみたいなところが結構大切になっていきます。 じゃあそれぞれについてちょっと話していきたいなと思います。はい。じゃあちょっと説明していきましょうかね。えー、じゃあ3ヶ月前、えー、です。じゃあ3ヶ月前は何しましょうっていうところで、まあそうですね、まずパネルディスカッションをやろうと思う企画をしましょう。えーまあ、これが結構一番難しいかなと思ってるんですけども、えー、とでもなんか、 割とさっきの言ってたモヤモヤとか、なんかなんでこう思ってるんだろうみたいなこととかをも、えー、と元に、えー、ラフにコンセプトをまとめます。で、大体そんななんかやりたいなって気持ちがこうモヤモヤしたりとか、あーこの話誰かと話したいし、せっかくだったら誰かに聞いてもらいたいなと思うことになったら、そこである程度コンセプトをまとめて、えー、と大体企画書を作ります。で、大体企画書では、まあ、き,きっちり多分フォーマットがあるところはそこにそういうところを従えばいいですし、まあ、ない人に対しては、まあ、開催目的みたいな、どんな人、さっき言ったそのモヤモヤをみんなで話 みたたいな話とかを目的にしてもらったりとかですね、はい、あとどんな人に参加してもらいたいですか調子を巻き込んだものがパネルディスカッションなのでどんな人に参加してもらいたいかということを考えてでそのパネリストとディスカッションをどういうふうにこう盛り上げていきたいかということを考えますで。終わった後にパネリストや参加者にどうなってほしいかとか。 ということを大体考えて、で、今のも、えっ、ー、と、なんですよね、えー、こうご時世ですと、まあ、オンラインも可能ですし、オンサイトも可能ですし、それともハイブリッドにするみたいなところがあります。結構オンライン、オンサイト、ハイブリッドで、まあ、結構場の仕組みが違ったりとか、この路地回りが変わってくるので、ここはもう早めに決めといた方がいいかなと思っています。ただ、まあ、大切なのはコンセプト、開催目的でどうしますかっていうところとかあの、そういうところをちゃんときっちり詰めていけばいいかなと思っています。ただですね、ちょっとこういうときにいろいろあるんですけど、 いろいろこうアイディアがあるんだけど、なかなかまとまらないっていうときに、大体私は2つのパターンで悩んでいます。あのコンセプトが決まってるけど、パネリストが決まらないみたいな。 えとこもやもやあるけど、誰と話したいかなっていう時は、結構私がやってるのは、あのー、まさにこうスクラムフェストとか RSGT とかですね、こう登壇している人たちいっぱいいるので、その動画をこう結構いっぱい見て、あこの人なんか私と考えと近いし、今回のテーマに近いなとかあ、この人は考え面白いなみたいなところを結構見たがらしてて、登壇者を探すみたいなことを私はしています。あと SNS ですね、SNS とか、まあ、資料をザッピングしてあ、この人と話してみたいみたいなところを決める。 っていうのが、えー、私のやり方になります。で、もう一つあって、これはこう、企業のイベントとかでたまにあるんですけども、えー、そういうなんか。 コンセプトなくて、最初パネリストだけ決まってえー、っとじゃあ、テーマどうしましょうかみたいな話とかはたまにあります。あのメンツだけ揃ってるんです。このメンツでなんか料理してくださいみたいな感じになってて、えー、っとどう始めようかなってあるんですけども、まあ、悩んでてもしょうがないんで、そういう時にはあの率直にですね、あのパネリストの人たちとまず雑談しましょうと。で、えー、まあ、キュ a とかその、の大体あある程度なんか多分、ウェブ。 開発してるみたいな感じのこう共通項あるんで、そこから雑談してるとこう悩みとか今チャレンジしてるみたいなことがあるんで、そこからこうなんかみんな共通点が何かしらあるんで、そしたらその共通点を抽出して、えー、それをコンセプトにするみたいなところがありますね。はい。はい じゃあコンセプトとかね、リストが決まったら何しますかって言ったら、もうやること一つですね。顔合わせと飲み会です。<laughs> あのまずはやっぱり顔合わせることが大切なので、えー、まずあの顔合わせしましょう。まあ、そこからまたこういろんなアイディアとかがつくので、まあ、飲み会じゃなくてもいいんですけど、お酒飲みしてもいいんで、アフタヌーンティーでもいいんですけども、なんかそういう顔に合わせて、まずこう、気軽にこんな感じでよろしくお願いしますってご挨拶をしましょう。 でこれが2ヶ,月あその2ヶ月前の準備につながっていきます。2ヶ月前の準備は何をするかというと、モデレーターは、えー、と収集しますじゃ。収集何をするんですかというと、集まってくれたパネリストのことをまず知ります。えー、やっぱりこう共にです、ね、その短期間、まあ、その40分なり、1時間なりぐらいを一緒にする中で、やっぱりある程度こう、登壇者のもう人なりとか思考みたいなことを知らないと、やっぱりこういう部分って、あのそのいい議論ってできないかなと思っています。 なので、集まってくれたパネリストのパーソナル、まあ、そんなに複雑なことはないんですけども、なんかこういう趣味、趣向みたいな話であったりとか、えー、経歴で、ね、どんな経験してきたんですかとか、で、今、どんな興味で、なんかトライしてることありますかみたいな話とかをするといいです。で、何に悩んでるのっていう話とか、あーとか、そういう雑談を、えー、っとなので、顔合わせ打ち出して、だから飲み会から始めますよね。飲み会からこう始めて、 こうラフにこう、えー、今先何をしてるんですかみたいなところから始めるんですよね、えーえー。そこから、えー、話していくと、じゃあ、えー、とじゃあ、一回顔合わせして、じゃあ次正式に打ち合わせしましょうって話をしたときに、あそこか飲み会で話してたんですよ。面白いんで、もうちょっと詳しく,くれ聞かせてくれませんかみたいな話をします。で、こうラフに打ち合わせを1時間ぐらいこう繰り返していくあのって言、えー、って、私の経験上3回ぐらいやるといい最低でも3回やった方がいいです。そうするとパネリストとかの解像度も上がってきますし、あのこう理解度が上がってきますし、えー、なんかこう、 その一体感みたいなのが生まれてくるという感じになりますね。はい。なので、えー、っとまず量を増やして三回、えー、っとできる4回以上やった方がいいです。で、これって何がいいかって言うと、パネシストのこう心理的ハードル結構下がってくるんですよね。なんかやっぱりこう初対面の相手にこうズキズキ言いづらいじゃないですか。やっぱりそういう パーソナル部分もある程度する知ることによってお互いこう健全なこう議論というかこう指しに行けるみたいなところもあります、はいでえー。雑談で集めたネタっていうのはトークテーマになります。そのコンセプトで決めた内容に近いものっていうのを集めていくとこうちょうどトークテーマなんですね。はい、であともう一つ大切なのはパテ、ね、モデルではたい20から30ぐらいの精度で脳内でパネリストをトレースあのシミュレーションできるような感じにするということを目指した方がいいです。だいいた 20%ぐらいの価格で、この人だったらこんなこと言ってくれそうだなみたいなことを取るみたいなところまで、やっぱある程度ですね。だから、ざっくりでいいんですよね。ただ、こういう人なんだな、こういうふうに振ってくれると、この話してくれそうだなみたいなぐらいのことを話せるといいかなと思います。はい、でそうするとですね、大体もうあのこうやってトークテーマの種類とか、大体方向性とか決まってくるんで、次はもう組み立てます。はい、で、さっき言ってた雑談の話から、 えとまあ、なんかこう、共通事項とか、なんかそれぞれがこう面白い話できそうなものみたいなところでトークテーマっていうのを、大体1時間半ぐらいだったら3個ぐらいとかですかね、30分ぐらいの、えー、1つ、トークテー,テーマぐらいで考えるので、まあ、3個で予備で1つ作って、Q、Q&A みたいな感じのこと、1時間半ぐらいだったら大体3つプラス予備1個でトークテーマ4つ立てて、であと Q&A みたいな感じにするっていうところですね。はい でそういうのを得点間の順序で,で、大体その得点はこの順番でやろうみたいなことをしていてやります。す、はい、でにパモデレーターは脳内パネルリストがいるので、大体こんな感じの話になって、このぐらいでこんな感じに盛り上がるかなっていうところまでこうシミュレーションできているというふうにしていくのがいいですね。はい、はい、うと、大体、あなるほど。で、でそういうふうに筋書きが決まったら、今度は投影用の,作あの資料を作成します。はい なんか例って書いてますけど、の右側ですね。はい。某イベントですけども、まあ、パネルディスカッ書いてあるのは、まあ、パネルディスカッションの趣旨の説明ですと、あと、登壇者の資料ですね、えー。登壇者の自己紹介資料みたいなのを作って、それぞれがどんなスタンスで話すかということを結構、ちゃんと丁寧に書いたりとか、あと、補足できるような資料っていうのを作った方がいいと思います。で、パネルディあのトークの,あのいくつかこうチップスを並べていくっていう感じですね。で、あと、忘れていけないのは、まあ、会場とかオンラインでやあオフラインで、オンサイトでやる場合は、 連絡事項とかっていうのをこう作ってたりとかしますね。はい。えー、なので、まあれで、えーっと、私の先のおすすめは、まあえー、ハイブリッドでも、おまあ、オンサイトでもオンラインでも、割とそのお、えーっと、ファイトボードのツールを使うのがおすすめです。これの右側の図のところが書いてあるんですけれども、えー、っとな何がいいかっていうと、パレンディスカッションのやっぱり問題は、えー、っと話してる。 ですけど、やっぱりそのトークだけなんですね。その絵的なビジュアルみたいなとか、まあ、特にオンラインでやる場合って、こうズームのこう顔が映ってるだけだと、なんかこうピンと今の話がこう。 あのなんかね、伝わらないとか入ってこない場合があるんで、そういった場合はこうミロで,です、ね、こう今話している不正みたいなのをペタペタ貼ったりとかするっていうところをこキーワードを貼ったりとか、つながりをしていくみたいなことをやるとあとってもいいです。なので、えー、っと事前資料としてはあのこうミロで大きいホワイトこうパネルテーマがこう左端ぐらいにです、ねえー、あって、あとはここの,その当日こう貼れるような余白を作っていくみたいなこともあとってもいいと思いますね。はい でこれ、貼るの難しいんですけど、あの貼るの難しい場合は貼ってくれる人をスタッフとして用意しておくといいです。はい、はいで,えー、で、大体こういうのができたら、事前合わせで1週間前ぐらいに、えー、基本的にパネリストの最終打ち合わせをします。で、こんな流れでやりますねって言った感じでいってで、トークテーマ、こうですよねとおさらいをして、でディスカッションの流れとして、こんな感じでいいす、ね しますって言ってて言あと投影資料こんな感じにしまますすって言いますでここで大切なのは決めすぎ,決めすぎない感じです、えーっと。だからトークテーマはこういくつか決めるんですけれども、えー、っとこうトークテーマはじゃあこういくつかで、えー、じゃあここを蹴り出し、この人お願いします、あなたお願いしますぐらいでいいです。でそこら辺からそれぞれこう多分言いたいことあると思うんで、ちょっとファッションに任せてそこ行きますんで、ガッと行って、ザッと行って、じゃじゃみたいな感じ,な感じで軽いディレクションだけをしとけばいいかなと思っていますね。はい っていうところで、ライブ感はやっぱり大切にしましょうっていうところがあったりしますね。はい。ここがそうですね、なんで、なんでここの合間が結構最終的に肝かなと思っています。こう ある程度、やっぱりパネルのトークみたいなところは決め,あの決めていかないといけないんですけど、ライブ感も大切にしないといけないみたいなところもこうバランス感覚が、まあ、ある程度、量をこなしながらこう見つけていくっていうのがあったりとかしますね。はい、で運営です。えー、運営もちょっと時間がないんで、さらっと流すんですけど、やっぱり路地回りすごい大切です。あのー、会場設計とかあの、タイムテーブルの設計とかっていうのも大切なので、あと注意事項の確認ですね発表するのっていうの。で、まあ、オンサイトの場合は、手続るスタッフみたいな受付みたいなのも必要ですし、あと告知も大切です。 今ですと、コンパスであったりとか、ズドッドキーパーとかで作らないといけないんですけども、まあ、そういうの,のをページを作って告知して SN、SNS の集客しましょう。SNS の集客はやっぱりパレリストリも巻き込みながらやっていくっていう感じで、まあ、ここで大体どのぐらいの人が集まるとか、どんな人が集まるかみたいなことを、おおまあ、ある程度前表としてやっていく必要がある感じですね。はい、<laughs> で、当日ですけど、えーと、始まる直前にやらないといけないことがいくつかあります。 えまずパネリストのの調子ですねあ大、の、体、ー、いいコミュニティイベントってその仕事終わりとかにあるので仕事終わりにまあその 100%, 100なじゃない場合もありますのである程度こうパネリストとちゃんと会話をしてですね、えー、どうですか今日あの忙しかったですかみたいな話とかなんかちょっとトラブルあったみたいな話とかがあったらそれ聞き,聞きながらあじゃあちょっとそれあのー イベント最中にちょっと振ってみようかなみたいな感じでやっぱり結構雑談話をあの最低でも30分ぐらいしとくべきです。はい で、あとやっぱ会場の顔ぶれも大切です。オンサイトの場合は特に、まあオンラインでも大体どんな人が参加してるかっていう話で、やっぱこのどこが受けがいいかみたいな話とか、あと今回初めての人だなっていう場合は、やっぱこの会の丁寧に説明にしないといけないなとかっていうところの、やっぱ会場あの顔ぶれみたいなところで話の,そのなんか丁寧さみたいなことを調整してくるっていうところがすごい必要になってきます。あと場の雰囲気ですね。あのオンサイトの場合は、照明とかがあるんで、その照明のロジックとか、あと最初にその照明とかその会場いじったりとかするっていうところがあるんで、ちょっとぐるっと回って、 会場のチェックととかもしましまょうといういい感じで、ねはい、で、すねはそうなったら、で、それが終わったら、あとほんま楽しむだけなんで、もう事前準備して、あともう流れに任せながらディスカッションして、こう熱いトークバトルみたいなことをしていくといいと思っております。はい はい、じゃあまとめです。いろいろしましたけど、パネルディスカッションは、えー、準備が大切です。もうほぼほぼ準備で決まるかなと私は思っています。だパネルディスカッションのコンセプトの設定はやっぱり丁寧にすべきですし、パネルディスカッションのトークを引き出すためにいろいろな深い情報を知るということが必要です。で、えー、ある程度のやっぱり大まかな流れ、あのやっぱり、えー、と5秒を 無言が続いたら私は放送事故だって言ってるんですけども、あの基本的にやっぱりその大きな流れがないとこう話が止まってしまうので、えー、ある程度の流れみたいなことはパネルリストを含めて、えー、と共通認識を取っていきます。ただ決めつけない。 あの決めすすぎないってことはすごいとこはご大切ライブ感を大切するため蹴り出したぐらいを決めたりとかある程度こ,うこのぐらいの回数てお願いしますぐらいのディレクションをしておくということがすごい大切だと思いますので、えー、パネルディスカッションをするのは準備が大切ということだけ今回はぜひ覚えていただければと思います。はい、それではもう皆さん良いパネルディスカッションをということでご清聴ありがとうございましたらさんありがとうございました。 会場にいる方、または、えー、とオンラインの方で何か質問ある方、いられますでしょうか。ちょうど20分ですか。<noise> ここだと大丈夫かな。はい。はい。えー、とじゃあ、私からちょっと一つあの質問させていただきます、はいあの。自分もパネルディスカッションイベントとか、また自分のポッドキャストでパネルディスカッション風みたいなことやりたいなと,ちょっと思ってるんですけれども。はい はい、あのなかなかそのライブ感と事前準備のその狭間で結構悩むことがやっぱりありまして一回こう事前準備で質問をたくさん用意しておくととにかく質問をして終わる会になっちゃったりするんですよね。その大平さんの言うライブ感ってここだけは、えっと、絶対こうライブ感に載せたいみたいなポイントとかってあるんでしょうかあそういう意味だとそもそもその質問よりもそのトークテーマぐらいを。あの 何でね、私は設定するんですよね。だから要は場を設定するんですよ。こういう話をしましょうぐらいのところだけで、だからそうすると、あとはライブ的なものが生まれてるんですねその、えー。お互いし始めてるんで、そのえー、とだろうなパネリスト同士がそが雑談とか飲み会することによって、お互いのこう心理的、えー、ハードルが下がっているから、ある程度こう自律的に動けるようになるので、トークテーマを設定するみたいなところでライブ感を出すみたいな感じのことを私はアプローチとしてやってるというような感じになります。 トークテーマ、うん、あその場作りのところにが一番、はい、あの注力するポイントってところですね。そうですねそういう意味だと、はい、その質問とかを用意するよりは、はいえー、逆にこうどんなことを話したいとか、なんかゴールかみたいなところを設定するみたいなところになってくるかなと思ってます、うん、私は。すごいごめんなさい、抽象的な。ありがとうございます。 ちなみにあの、結構そのトークテーマから外れて盛り上がっちゃったなみたいな時とかって、えー、とどうされますそのままその流れに任せるのか、ある程度、じゃあちょっとそろそろ一回この,その話はここら辺出て区切るのかっていうと。えっと、それがコンセプトに合ってたら、えー、そのまま続ける場合もありますけれども、基本的にはまあ途中で、いや、その脱線しないで、はい、まあ、戻るよ今日の、今回のテーマ、これですからねって話をしてで、そういえばあの話してましたよね、何々さんみたいな感じにするって感じですね。あ ありがとうございます。ちょっとめちゃくちゃ参考にさせていただきたいと思います。あはい、会場から、あの、ちょっと質問が。おいあ、そっか、二十分だ。あ, <laughs> あ、お話ありがとうございま,したあうざいます。あの、ぜひ大平さんの、主催するパネル出てみたいなって思いました。 あのパネルであのライブがやっぱめちゃくちゃ大事だなっていうのが僕もすごい感じてるんですけどあの例えばちょっと広報レギュレーションが厳しいような会社だとなんかライブであの勝手なことをあんまり喋ってくれるなみたいな、はい、あの感じがあったりしてなんか当たり障りのない話に落ち着いてしまうみたいなことがあの、はい、自分の経験上あったんですけどなんかそういう場合の取り回し方だったりとか,なんか事前の根回しでいいやり方あったらぜひ教えてください。 ああそれはですね、デッドラインを必ず決めるという、あのストライクゾーンをあの線引きをするみたいな感じのことは、とりあえずしますね。あここ1位にいいんですか、だめでしたっけみたいなことの、ギリギリのラインを決めていくっていうところが大切になりますし、あ、やばい、うん、次の人が発表になってるんで、えー、とちょっとあのディスコードで <laughs> またお返し。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、ということで、一旦 はい、えっと幸平さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。しじゃあまたかなかなの皆さんありがとうございました。まあ、ごきげんよう。<laughs> いかがでしたか？スクラム東京のチャンネルが面白かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。